フィンランドの重要な文化遺産を管轄する館長である。上部機関は教育省で関連の専門知識の収集と研究、普及を趣旨とする文化研究機関である。また遺跡の保護、建築遺産や文化史上の貴重な環境と文化財の保護について他の当局や博物館との協力や接触を担当する政府機関である。多種多様なサービスを提供する。 専門職の専任職員のほか、複数の博物館の展示と収集、広範なアーカイブ及び、専門の科学図書館を管轄する。いずれも一般に公開され利用できる。組織は4つのコアプロセスに分かれ、活動を統括する。予算の枠内で運営し、活動予算の一部を文化及び、歴史の価値ある建物の維持管理など、様々な助成金に充当する。長は フィンランドの美術館に関する統計データの収集、遺産の研究、場合によっては文化財の輸出の許可審査を行う。2016年末の職員数は236人。アーカイブ及び情報サービス部門を置く本庁、フィンランド文学協会は、早くも1867年に、フィンランドの古代遺跡保護を主導した。1882年議会は承認された議案に、 意挙し、古代の記念物の指定と保護に関する法令を翌1883年に採択する。1884年6月19日に設立を発表した考古学事務所は古代遺産規制を管轄。これにより、フィンランドで初めて古代記念物が政府機関直轄の保護対象となる。国立考古学協会とフィンランド文学協会、ヘルシンキ大学、 フィンランド科学協会、フィンランド歴史協会とフィンランド古代記念物協会から、それぞれの代表が委、e、員に就任、合計6人の組織は1908年と1911年に解消、考古学委事務所から考古学委員会となる。中世の城の修復事業は1890年代に遡り、1920年代に入ると、 スオメンリンナの要塞とトルク大聖堂の修復が完成した。委員会の前身は1893年に国立歴史博物館を開設して考古遺物の管理にあたる。これを基準に後にフィンランド国立博物館を構想して1916年に開館セウラサーリ野外博物館も設立から4年後の1913年委員会の管轄下に移る。 考古学委員会は1920年、合議制の国立古代委員会に改めた。権限拡大の契機は、新しい古代法と建物保護法の制定で、その背景に多くの建築物保護の切迫があった。やがて海洋考古学も管轄に加わり、1972年、委員会は現在の文化遺産庁に組織変更される。本庁は1972年に、 ヘルシンキ市内ナワバンダー通りの旧フィンランド共同教育学校の建物に入り、次に2011年から2013年にかけてアルバーアールト設計の文化館の跡地周辺に移って業務を行っている。1971年以前の国の考古学者と長官職の歴任者。ありがとうございます。